ちゃ時間かかってしまった。サヒ起こすのナンセンスやな。しゃ、行くか。おはようございます。今僕はゴールデンっていう町を出て、今レブルストークっていう町を目指して歩いてるんですけど、レブルストークまであと120キロぐらいかな。今日は山越えですね。多分カナディアンロッキーで一番大変そうな道を今日歩くんかな。ロジャースパスっていうんですけど、丘をぐっと越えるっていう感じで大変になるんじゃないかなって思ってます。まあ天気もあんまり良くはないんですけど、ちょっと曇ってるな。向こうら辺とか結構雲かかってるからちょっと心配ですね。ここ道狭いねんな。腹減った。こっからやな。シャリシャリやな。行くか。よろしく頼む。あー、しんどいね。向こう世界違うぞ。雪降ってるかな。すごいね、周り景色。すごいわ。すごいことが起きとる。あそこにトンネルあるんですけど、あのトンネル狭すぎて警察の人に止められました。人生で初めてや。2キロだけこのトンネルの先を抜けたいと思います。OK、 トーマスさん、Thank you. ありがとう。 No worries, man. Thank you so much. Safe travels. OK. ごめんね。Thank you.実は昨日かな、昨日ぐらいから時差があったんですよね。1時間ぐらい。それ僕今日気づいて、なんか時計と携帯の時間が違うなと思って、そうか、時差やと思って、生活習慣ちょっと変えていかなあかんなと。ほんまにね、最近面白いことに一生時間がマジで短くて、この旅スタートして最初白夜でずっと明るいから寝るのしんどいとか言ってたけど、今はほんまになんていうか、朝の7時半に明るくなり始めて、日没が3時半やもんね、最近。で、3時半にはもう、だんだん暗くなってたし、山の方におるからかもしれへんけど、すごいなんか、早く感じる、最近。全然歩かれへんし。カナディアンロッキーのてっぺんは、
もう通り越したんで、あとは下るだけやから、最近結構難しいなと思うのが、国立公園とか結構ねこの辺多くて、国立公園の中でキャンプするっていうのは法律的にあかんみたいで、寝る場所も限定されてきて、まあ今僕ここテント張ってるのは国立公園外の場所でテント張って寝てるんですけど、ちょっと難しいよな、まあ、そういう点もあって今日全然進まれへんかったし、日照時間といい公園内では寝られへんといい、結構難しいな最近、ちょっと大変やな。なんか最近35キロとかがなんかアベレージになっちゃってて、もっと歩きたいのにって思うよな。前までは歩くの飽きるぐらいまで毎日歩いてたんですけどね、もうちょっと歩きたいって思う、まあ、それぐらいがちょうどいいのかもしれんけど、もうちょっと歩きたいよな。道が狭すぎる、雪の上歩くしかしゃあないこれは。嫌ですね、すげえな。つららだいぶ下がったからもう雪が全然ないな。多分ここ標高500メートルぐらいかな、向こうの方結構雪やけど。カナディアンロッキー多分終わったかな、結構気温あったかくなったしね。まあつららはあるけどすごいね。人生で初めてやな、デニーズ行くん。アメリカでよくあるんかな、ここ。おー、センキュー。なんかあれやな、写真ついてんの嬉しいな。This one, those tacos? Yeah, yeah. Sure thing. With the veg and the mash, yeah? Yeah, this one. Yeah, sure.Alright, is that everything for you? Yeah, that's it. Thank you. Thank you so much. ありがとう。美味しそう。なんかあれかな、日本のびっくりドンキーみたいなところなんかな、ここ。幸せやわ。こういうなんかお店来たら。リアカーやっぱ外に置いとくんですけど、なんかリアカー見て写真撮ったりとかする人もおるんですよね。撮られる心配は多分ないと思うけど、カナダのメニューとアメリカのメニューってちょっと違うのかな。カナダの人めっちゃポテト好きなんですよ、例えばこういうこれポテトなんですけど、日本にデニーズってあるんかな、あんま知らへんけど、初めて来たし。集めた。ちょっと宿に泊まってます。まあ明日からね結構雪が続くみたいで、雪が降るってことは気温はちょっとあったかいんですけど、ちょっと歩きにくいかもしれないですけど、バンクーバーまであと500キロぐらいか、チューンチューンで行きますね。そんな感じで今日も動画見てくださってありがとうございます。いつもコメントを読ませてもらってるんですけど、皆さん
いつも温かい応援ありがとうございます。カナディアンロッキー抜けたんかな、はい、多分抜けました。お疲れちゃんです。進め。